他でもオリンピックぐらい出てんじゃないかみたいな選手いました、周りで。もう足速いし、もう何やってもトップレベル、うん、投げるっていう動作は人間しかできないらしい。ゴリラ行くって俺はもうもう一回生まれ変わったらアメリカ人でアメフトやりたい。肩強かったんですよ、うん、優越感があったからそのまま野球やったんですけど、え、僕ちょっとでも野球選手でこいつ野球じゃなくてもすげえ他でもオリンピックぐらい出てんじゃないかみたいな選手いました、周りで。山崎武さんだったら相撲で関取には慣れてんちゃう。山崎さん、うん、さんお相撲で、うん、相撲で俺、いやそれは小結びとか分かんないよ、うん、でも重量は絶対慣れてると思うんだよ武さん。俺めっちゃ強いよ、だってスカウト来てたって言ってたもん。なるほどね、うん、僕その1回その陸上で言ったら為末さんに、うん、野球界で何やってもすごいやつみたいなのいるって言われて、野球選手って速い、足が速いとかさ、例えば水泳とかバスケで球技得意な人って結構いるから、誰かなって考えてて、ちょっとパッと出なかったんだけど、聞いたら陸上界って誰って聞いたら室伏さんって言ったんですよ。もう足速いし、もう何やってもトップレベル、それより上行くみたいな話したので、野球界で言ったら誰かなとかいろいろ考えたんだけど、そう考えたら糸井とかやっぱすごいね。前回も名前出たけど、うん、能力的にはめっちゃ高いですよね、うん、力あるし足速いしってなると。でも足速いって言っても10秒切んないといけないからね。まあね、うん、そのオリンピックに出ようと思ったらまあそこまでの速さはないけど、でも、まあ、10秒台で多分走れるだろうし、あと例えば半分だけやらしてもそこそこ飛ばせるだろうし、なんかやらしてもなんかそれなりにやっちゃいそうなやつ。秋広バレーいけんちゃう。秋広バレー身長高いからじゃん。そんなでもそう考えたら大谷さんとかすごいね。何やらせてもいけそうじゃないですか。苦手なの探したくないですか。だからあの多分野球選手はどのスポーツも普通にはできんのよ。あどれも、うん、でもそっからその道の上位の人たちとどこまで渡り合えるかは多分めっちゃ練習しなきゃいけないから、うん、だからそこどうなんやろっていうのはあるよね。確かに。でも俺はもう球技の団体スポーツで野球が一番スポーツの中で難しいと思ってる。でもやること多いから逆にごまかせる部分とかないですか。自分の長所だけ生かせばそれなりにいけちゃうみたいな。キャッチャーがしんどいだけで多分素人が集まって試合が一番成立しないのが野球。あー確かに。多分終わらない試合。投げるっていう動作は人間しかできないらしいんだよ。人間が全哺乳類の中で一番優れてるのは投げることだけらしい。え、蹴ることは。蹴るとかは他の哺乳類の動物とかの方が、馬とかね、蹴るで言えば。だから飛ぶのも他の動物の方が飛ぶし、走るのも他の動物の方が速いし、力も他の動物の方が強かったりするし、泳ぐのも哺乳類クジラとかの方があるし、投げるのだけが人間が優れてんだって。でも俺ゴリラになんか投げさせたら結構えぐい球投げると思うけどね。すげえ多分ゴリラとかブワーいったらうわっていうのあると思うよ。たまに肩より上に手が上がるの人間だけなんだって。こう全部こうなの。ゴリラも肩甲骨がこうやって上がるの人間だけらしくて。ちょっとなんかゴリラとか猿にちょっと投げさせんのちょっと教えたいっすね。多分ゴリラが 100m 投げれないよ。行くってゴリラこれだからゴリラ行くってよく考えて、あの大胸筋と腕あいつらトレーニングやってないであの体ですよゴリラ行くって絶対いいかい。あの動物博士の人が言ってたから。いやもうゴリラにやらしたら行くって。だから博士は多分まだ実験してないもん。ゴリラをちゃんと育て上げたらいけるって多分。昔韓国の映画かなんかでゴリラが野球選手になれるのなかったでしたっけ。知らない俺それの影響かなゴリラすげえなって思ったんだよ。それだよ多分俺。いけそうなんだけどな。だからもう無理かな。だから投げるの上手い人で野球選手以外ほぼいないじゃん、うん、だって始球式でうおーっていうことほぼないやん。でブルーイスさんとかはとかやり投げやってる人とかはもともと手が上がるから上手く投げれるけど、うんうん、じゃあ普通に考えてやっぱ腕上げるのって結構な作業なんですね。そう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 。人間にとってめちゃくちゃ負荷があるらしくて。確かに年取ってくると肘上がんないってよく言いますもんね、うん、ピッチャーでもね。あと肩とかもね上がってこないって言いますもんね、うんうん、分かるな。俺も最後上がんなかったもんな
え、じゃあ野球選手じゃなかったら何やりたい？やっぱり僕は小学校の頃 J リーグ設立されたばっかりだったので、うん、流れるならサッカーですね。もう中学校の時ももう昼休みずっとサッカーやってたんですよ。サッカー好きだ。サッカーかバスケット、球技だ。球技が得意でした、うん、でも中学校の時途中バドミントン部入ったんですよ、うん、バドミントン部でそこそこできちゃったんですよ、うんうん、それも悪くないなっていうの、まあ、振るのが好き、うん、俺はもうもう一回生まれ変わったらアメリカ人でアメフトやりたい。あ、いいね、アメフトね。アメフトかっこいいっすよね。もうこれポジション決めてんねん。何？タイトエンドかラインバッカー。ラインバッカーっていうのはどういう？ディフェンス側の。ああ、2列目の。もう実際さ、アメフト近くで見たことあります？近くでは学生しかない。僕あの NFL をフィールド上でアメフト選手の練習見たんですよ、うん、もう動物っすよ。本当にサファリパークに来て見てるような光景ですよ、うん、でかいし、えぐいよ、速いし。僕だったらやっぱそのなんだっけ、クォーターバック、クォーターバックがいい、うん、クォーターバックかっこよくないですか、うん、もうなんか狙い定めてファーイって俺は取ったみたいな。それを狩るのが好きやな、ね、うん、アメフトってディフェンスがオフェンスでオフェンスがディフェンス面あるから、クォーターバックを狩りに行くのがいいね。でもクォーターバック狩りに行った時のあの狩った後のうわーみたいなとか、そうそんなお前嬉しいかってなるけど、すごいことなんですよね、うんうん、パスとかを防いだりとか、あとラインバック走ってくるからそれを倒したりとか、あ、なんかそういうのを取りたいタイプなんだね。そう、そっちの方が、あ、なんか向いてそう。いろいろなんか分かる気する。僕でもクォーターバックがいいな、かっこいい。駆られるタイプね。そうそうそう、里崎里崎さーっつってね。でも競技も難しいよね、どれもやり込まないといけないからね。いや、それは何だってそうですよ、うん、だからやってて何が楽しいかって話ですよね、うん、そう野球何が楽しかったですか？野球しかなかったん、スポーツが。僕だったらでも、まあ、例えば選択、まあ、ないって言えばないんだけど、やっぱ肩強かったんですよ、うん、で球速かったから、俺なんかやっぱ周りと比べてちょっと上行ってるなみたいな優越感があったから、そのまま野球やったんですけど、やっぱ一歩間違ったら小学校の男子の半分野球部だから。そんなに野球やってんですか？そうそう、60人ぐらいやってたから。俺の学年19人男だったけど11人野球部だった。その中でもやっぱ佐藤さん上手い方でした？俺チーム強かったのよ、だからみんな上手かった。その人たちって結局はどこまでやったんですか？結構高校の最後までやめないでやったのは2人。ああ、でもやっぱそうなんですね。サツさんいつから野球やったんですか？2年生小学校。ああ、で僕も1年生なんですよ、うん、野球っていつからやるのがいいとかってあります？例えば遅く始まったら僕すげえ不利なスポーツだと思うんですよ、うん、やっぱ早ければ早い方がいいですかね？俺は遅くてもいいと思ってんの。でもそれまで何やってますかによると思う。何もしなくて遅いのはダメだと思うけど、それまでに水泳やってましたとか柔道を習ってましたとか陸上を習ってましたとか他の競技もやっててやり始めるのが遅いだったら別に体力ついてるから俺はいいと思うけど、うん、そうか、もともと運動の能力がそれなりにある人だったら遅くても大丈夫ってことね、うんうんうん、じゃあマルチスポーツは、アメリカだってマルチスポーツでしょ？どういう意味ですか、マルチスポーツ？複数のスポーツやってるでしょ、まあ、シーズンによって変える、うんうん、そう。どう日本は？日本も未来的にはもうマルチスポーツの方がいいと思う。マルチスポーツの方がいいし、スポーツの時期なるべくかぶんない方がいいなと思います。日本で俺は一番ダメだと思ってるのは大会多すぎ問題っていう。アメリカだったら9月で野球終わるじゃん、うん、で終わるったらもう練習もしないじゃん、うん、だから野球とバスケ、野球とアメフトが基本的に三大スポーツでいうとマルチスポーツなんだよね、うん、だからバスケットとアメフトは時期が被るからできないんだよね、うん、日本のスポーツって野球でいうと春の選抜あります、うん、終わったら春季大会あります、うん、で甲子園の予選あります、うん、で夏甲子園あります、終わった瞬間に選抜の予選始まります、うん、で神宮大会ありますってやった時にもう休む時ないねん。でバレーとかもインターハイあります、国体あります、春高バレーありますって1年間ずっとやってんの競技、大会がいっぱいあるからってなったらマルチスポーツできないよね。そうか、でその間いなかったらレギュラー取られるとかそういう感じになってとか使いませんよみたいなあるじゃんね。そうなるか、うん、あるか。だから野球でいうともう夏の甲子園終わりました、おしまいみたいな、あ、練習もなしってなったら、うん、そっからサッカーやったりとか
確かにバスケットやったりとか陸上やったりとかして、でまた野球はあの3月からスタートですみたいな。そうしたらいろんなのできますよね。そうしたらいろいろできるけど、そうですよね。アメリカのドラフト野球にかかる人ってアメフトとかかるのかぶったから、うん、どっちにしようか迷ったけど野球にしたとかやついますもんね、うんうん、そうそう。だからそこが日本もマルチスポーツっていう人なんか偉い人にもいっぱいいんねんけど、いやまずシステム変えようって言って、うん、大会多すぎずっと大会してるって。でもそうなるといろいろもう教育から変えていきましょうみたいになるよね本当ね、うんうんうん。だからマルチスポーツとか難しいよね日本のこの環境で。俺もやった方がいいと思うの。だから子供にはいろんなこと今やらしてるけど、でもチームに入ったらできないもんね。だから俺チームに入るのがめんどくせえなと思っちゃう。そうね、海外って結構自由にやらせて、うん、別にやりたきゃやればいいし、やんなくてもやんなきゃいいしみたいな、うんうんうん、授業中とかでもいやまあ受けたくなかったらその辺ふらふら歩いてる人もいるっていう感じがそうさせてんのかなと思うんですけど、うん、でも日本はなんかそういった教育というか、うん、国の中でやってるから難しいって言ったら難しいのかもしれないですね。ね、練習来なかったら試合出せへんでとか言うしね。まあでもいるでしょうね今でもね、きっとね、うん、でまたそれ出してたらね、なんでうちの子はずっと練習してるのに使われないで、あの試合しか来ないのにとかも言うしね、うん、まあその指導者側も大変ですよね。だから野球チーム作ろうか、もうじゃあ来ても来なくていいですよみたいな。マジですごいじゃん。もうあれでしょ、肩書きたっぷりの野球、野球の肩書きいらないから、いらないの、話ここはいらないのそんなもん子供やから子供だってえ実績あるんですかって言わないじゃんいや言われる、言われる、思うよ。だって元野球選手って言った方がやっぱいいじゃん、入り口としては。だって看板だけあるから、佐藤さんと俺がやるっていう看板、そこだけでじゃあ行くか、ハクスルプレゼンツからの野球学校へ。あ、そうそうだね、ね、学校でお酒飲みながらっていうね、自由に子供か、そうか、あの子供スポーツドリンク、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 ス